こんにちは。こんにちは。なんかさ、これ普通に触覚なんだけど、この髪ね、結んだ時にこうピヨってこっち側にこうやってやるやつなんだけど、こうやってやってたらちょっとなんかあいみょんさんとか好きそうな、あいみょんとかが好き系の女子に見えない？こういうバンドが好きみたいな、ちょっとウルフとか髪型ちょっとわざとここに段つけてみたいな、アンニュイ系女子みたいな、ギターで弾き語りしてるタイプの人に見えない？こうちょっとここをこうわざとこんな感じでちょっと見えるるくない？こうバンドが好きなこういう系のアニュイ女子見える。そういうわけじゃないんだけどね。嘘をつけば嫌われる、本音と言えば笑われる。そうちょっとさや姉さんみたいな感じ、ちょっと低すぎるなこれは。そういう感じ。こんにちは。そう、髪の毛伸びたんよ、めっちゃめっちゃ伸びたんだよね髪の毛こんばんは。今日何食べた？今日はラムレーズンタルトっていうやつ食べました。でもいいやつじゃない、スーパーのねセールのやつ。私スーパーのセールしかスイーツとかは買わないですね。スーパーのスイーツしか食べないです。こんばんは、こんばんは皆さん、こんばんは。そう、髪ね伸ばすことにねしたよ。そう、スーパーお高いんでしょ？いやもうラムーくらい安い。ラムーって知ってますか？ラムー、ラムーってあるじゃん、あのラムーぐらい安いよ。こんばんは。本当に休みの日に朝からスーパー巡りしてる、安いスーパー巡りしてる、ずっとスーパーを探し歩いてる。そうラムー、ハローハロー。ラムー広島にないけどね。そう、100円たこ焼き広島に行けしかない。いやラムーは広島県にないんですね。このさ、このあれね、壊れちゃったの、このなんだっけ、配信するこの立てるやつが本当はもう壊れちゃってて、んでこんくらいまでしか伸びないんです、10センチくらいしか。だから椅子の上にこれを置いて配信してるんですけど、なんかね価格が気に入らないんだよね。ラムー知らんよって。ラムー知らないの？ラムーは激安スーパー、ハローズ、わかんない、聞いたことあるけどね、ハローズとかナームーなら、え、ナームーって聞いて今ヌーベー思い出した。ヌーベーってみんな知ってますか？ヌーベー、あのこの世はわからないっていう音楽のやつ、ことがたくさんあるってやつ。ラムー東京いない、そうなんだ。ヌーベ、
そうですね、地獄先生ヌーベイです。知ってるの？みんな、ヌーベイっていつ放送されてたやつなんですか？私は知ってるんだけど、いつ放送されてたものか分かんない。そう、鬼の手とか、そう、左の手があの鬼の手なんです。パンメーラ、分かんないな。こんばんは。昨日は90年代の曲探ししてました。あ、ちょっとあんまり名前思い出せないけど、クラゲの月は海の、9月の月は、あ、9月の海はクラゲの海みたいなやつとかいいなって思ったよ。あとあのね、なんだっけな、何だったっけな、あとなんだっけな、イースタンボーイさんとか、あとあのユニコーンさんの自転車泥棒とかいいと思ったよ。こんばんは。いや多分結構マイナーなやつかも。自転車泥棒は有名じゃない？ヤッホー。今日何食べた？今日はえっと今日は、ま、ラムレーズンのタルト食べたよ。ちょっと歌おうかな久々に。なんかリクエストありますか？歌いたいんですけど、なんかリクエストある？全然わからん。わかんないの？じゃあスパイダーってやつとかは？スパイダーって知ってますか？寂しい君の好きなもの、ちょ、どうしよう、ちょっと探してみよう。でもあれが好きだよ、空は。愛は勝つ、愛は勝つが好きです。みんな愛は勝つはさ、知ってるでしょ？スベイさん、イエーありがとう。ユリイカ、愛勝つじゃないよ、まあ、みんな愛は勝つは知ってるか。どうしよう、ちょっと待って悩む。アイカツ面白い、アイカツやばい。どれにしよう。あ、まゆゆさんの曲にしようかな。まゆゆさんね、まゆゆさん今話題だよね。これにしよう。あ、まゆゆさんにしよう。ちょっと流行に乗っちゃおう。こんばんは、マッツさん。あ、アンクレットもいいね、やつで。本当にマリーさんに分かんないよね。出会いの中で続くものって未来のために選ばれたもの、偶然の二人を超えて一つの愛が生まれたんだ。
知り合いなのに次第に心許し合ってく、そんな無意識のプロセス、いつの日か大事な人になる。運動な感情じゃなく愛情かもしれない、目の前にいてもっとできたら気を使わない、あなたがあったの出会いの中で続く秋間さんもレインボースターありがとう。フォスターさんレインボースター、ハイズさんペンライト、ワイリンガルさん音符、いっぱいありがとう。あとは何にしようかな、乃木坂さん見てみようかな。これにしよう。ハヤトさんレインボースターありがとう。「忘れようとし
てた。ただ秋マンさん、なんだっけ、レインボースター、ありがとうございます。他にはなんだろう、トゥルルルル、悩むな。こんにちは。
っちゃったんです。ストップ。フッターさん、音符ありがとう。ハイズさんも音符ありがとう。皆さんありがとうございます。ちょっと一旦終了しよう、カラオケはね。人はそうだ、ひまわりって欲しくて、わかんない。誰だってみんな過去に、誰の歌ですか。持ってたはず、大人になってやりたかったこと、うんうんうん、あビューティフル、センキュー。東京女子流、そうなんだ。女子流さんわかんないや。私結構いろんなアイドルを見てるんですけど、ちょっと女子流さんはまだ未開拓でした。見てみますね。みんなが好きな、自分が好きなアイドルってありますか。46と48とかと、イコール、あの秋元さんプロデュース以外で何かありますか。電波組いいね。でサラもモガ、モガちゃん、モガちゃん好きだった。でも今はアオニャン好きだよ。電波組だった。でも私あのアユニディさん好きです。イコラブいいよね。イコラブ、エビ中わかる。あの本当にファミエンに行きたかった。エビ中さんは、え、誰が好きですか。私は柏木ひなたさん好きだって。今はあのね、新しく入ったユナ、ユナじゃない、めっちゃめっちゃひよこみたいでかわいい子、刈り合いちょっとかわいいよね。ミヤちゃん女子流さん人気だね。見てみる。昔はももクロかわいいよ。昔の映像めっちゃ探してみてたよ。さ、今日何食べた。今日はタルト食べたよ。こんばんは。翡翠奇跡さん、え、誰だろう。にじますさん、え、かわいい。にじますさん好き。福原遥ちゃん、福原遥ちゃんさ今ドラマ出てるよね。 AT40 みたいな、1840みたいなやつ。まいんちゃんの時代からずっと好きでした。福原遥ちゃんずっと調べてました。私世代の憧れなんですよ。あとね、今野彩香ちゃんっていう子も憧れです。なんかちっちゃい頃に子役恋物語っていうのがあって、子役が一日一人の男の子をかけて戦うっていうのがあって、なバチェラーみたいなあって、それで今野遥香ちゃんが可愛い。今野彩香ちゃん、高猫、高根のなでしこさん、高根のなでしこさんはあのだよ、あのあれ名前が出てこなくなっちゃった。あれ、ASP のちいちいちゃん、フルッパーのあまねんねんさん、じゃんキャン中のビビちゃん、みんなもこと、ほんとじゃん。めっちゃさビビアンさん痩せたくない。めっちゃ痩せたよね。めっちゃ可愛いよ。
私の一番可愛いところに気づいてる。うんうんうん。そして君が一番。なんか本当にアイドルを見てるタイミングは、自分がアイドルってか好きな人を調べてるタイミングは、なんか本当になんか、うん、なんか気分がマイナスになってる時みたいな時なんで、もう本当に典型的なそのアイドルに誘えられてる人です、私は。なんかさ、自分が今日楽しかったなみたいな日があるとするじゃん。で、あ、今日めっちゃ楽しかったなみたいな、今日は本当に充実した一日だったみたいな日は、あ、そういえば今日一回も何々ちゃんのこと調べてないみたいな、何々さんの動画一回も見てないやみたいな、自分が元気な時はあんまり見てない、 見るの忘れてても、でも自分が落ち込んだ時とかはずっとその人のその子のこと調べてて、え、みんなはどういう感じですか？で、めっちゃ自分が楽しくて今日は充実した一日だったみたいな日は、なんかあんまり見てないの、そんなに。あの、覚えてるけどもちろんあんまり調べてないの。でも、あーみたいな、もう本当に嫌だみたいな日はめっちゃその子のことずっと調べるみたいな。そう、でも今の推しは川口春奈さんだよ。川口春奈さんめっちゃ可愛くて可愛いんだよね。あ、楽しいことが推しかった、そういうことか、そういうのもあるか。なんかサラは辛い時に支えてもらうっていう感じだったの。川口春奈さん女優だけど、アイドルじゃないけど、めっちゃ推しですね。そういう推しもいっぱいいますね、私。石原さとみさんもめっちゃ好きです、本当に。石原さとみさんもめっちゃ好きです。急に女優本、そう、なんかちっちゃい時はでもずっとそういうの。え？ハリセンボンのなんか言ったっす？なんて言ったっけ？川口春奈さんと誰、石原さとみさん、ハリセンボン、近藤春奈近藤春奈さんの間違いです。でもお笑い芸人さんめっちゃ好き、やす子さんとか好きです。やす子さんとか、誰が好きだろう。あ、好きな人、お笑い芸人じゃ、あの、いるんですよ。あ、名前出てから、なんか目が笑った時こういう感じになって、この前なんかちょうどお盆にタイ旅行に行こうと思ったけど、お盆は台風が来るからタイ旅行キャンセルして40万支払ったってエピソードを話してた人、え、あの人がちょっと誰ですかこれは私名前が分かんなくて、誰ですか。自衛隊じゃないの。自衛隊、やす子じゃん。え、笑うと目がなくなる男の方でしょ。アンジャッシュじゃなくて、誰だと思いますか。笑うとこんな感じで色が白くてこういう感じになる感じ。誰ですか、教えてください。笑うとこういう感じ、もうこんな感じ。男の人、頑張れるやじゃない。なんかじゃあ絵描くね、絵描きたい。絵を描くと、でもなんかお笑いっていうか、そんなでもネタをやってるところとか見たことがない。なんかこういう幸せみたいな顔してる人、みやぞんじゃないな、
こういう感じの男の人ね。え、違う、ティモンディさんでもない。やればできる。たなだきだっけさ。え、違う。でも絶対みんな知ってるんだよね。違う。芸人さんじゃない。なんかわかんない。な、誰だろう。え、でもなんかこれでさ芸人さんだと思って言ったけどさ、めっちゃなんか実は世間ではもうめっちゃイケメン俳優として扱われてる人だったらどうしよう。それ芸人さんかと思ってたけど、これで例えばみたいな、誰、あ、横浜流星みたいな、そうみたいな、サラがそれで言ったら、ちょっとサラ本当にさ、めっちゃ、いや、イケメン俳優だったらどうしよう。それが世間でそういう風なあれだったら、サラが勘違いしてただけで。だからもう正解わかんなくていいよ。わかんないもん、もう。今のエスクシュしたら、なんか、じゃあもっと忠実に頑張るね。なんか、難しい。なんか、そう、もしイケメン俳優だったらどうしよう、これ。でもさ、いや絶対お笑いなんだ、それ分かんないの、人の名前とかももう全然分かんないの。え、でもなんか可愛い感じで、めっちゃこれ、あ、なんか前髪あるよ、 薄いけど、前髪はもうほぼ目にかかってるぐらいあると思う。誰ですかこれ。絶対わかんない。コンビ芸人、アンジャッシュみたいな、そういうカタカナかも。カタカナで、色が白くて、ぬくみずよ。ぬくみずさんも好きですよ。こんばんは。パンサーの向井さん。ほら、うまいですか。え、イケメン俳優じゃないですか。芸人ですよね、この方。イケメンですか。イケメンなんですか。難易度高すぎ。うっそー。いや、でもこれで分かったのすごいよ。そうです。イケメン俳優だったらどうしようって途中からもうちょっと焦り出したよね、サラ。イケメン俳優って言われるさ、人だったらどうしようって思って。サラの勘違いで、お笑い芸人じゃなくて、もうゴリゴリのアイドルとかだったらどうしようって、ちょっと途中から焦って、もう誰か分からなくていい、当てないでって思った。あと、いや、もうめっちゃガチなところ、フジモンさん好きですね。あとは、せいやさんも好きだし、能見蒼さんですね、あと、でもなんかもういっぱいいるんだよね。せいやさん、誰だろう。あとさらちゃん顔重視してるの。全然、なんかそんな、全然そんなことない、そんなことないそんなことないってとはちょっとまた別の話なんですけど、その例として出してるわけじゃないんですけど、あれですよ、
私の初恋相手は小島よしおさんですよ。千鳥さんも好きですよ。千鳥さんはもうでも池の男やで。フジモンさん好き。でも他だったら誰だろうな。藤岡弘さんは好きな俳優です。好きな俳優をなんかいつかの時に聞かれてそうやって答えた。千鳥さんはもう池の男ですね。でもあれも好きやで、あの小島よしおさん。はい、おパピー。だから今ちょっと千鳥さん好きだけど、あの配慮、その略奪はダメやで。略奪はダメや。でもチョコプラさんめっちゃ好きですよ。チョコプラさん、こんばんは。千鳥のどっちが好きなの？どっちも好きです。でもどっちも好き。アインシュタインのねちゃんの、いいです、好きです、好きです。アインシュタイン、あと何が好きだろう。みんないますか、好きなお笑い芸人さん。親友の男を略奪したくなったら教えてください。ダメですよ。あ、陣内さん、陣内さん昔見たよ、ま、街で。あの全然 SDU とかじゃなくて歩いてて見た。ユニバース、ハライチ、なんかハライチの、ハライチのあの澤部さんじゃない方、何さんですか、何さんだっけ、何さんが忘れちゃったけど、岩井さんが本当にサラの学校の体育の先生に似すぎてて やばいんです。もう本当に岩井さんすぎて、そう、もうめっちゃ、もう本当に本人レベルで岩井さん。なんか友達にね、岩井さんのプライベート写真っぽいやつを送ったんですよ。あのマイクとか持ってるようなやつじゃなくて、普通にプライベートっぽい写真。それで友達にこれ何々先生のフェイスブックから見つけてきたって言って送ってみたんですよ。そしたらみたいな、プライベートチャラいねみたいな感じで、友達とかも全く疑わずに LINE 返ってきて、いやこれ違うからって、拾いがだからって、ハライチだから、ハライチさんだからこれって友達に送ったら、みたいな、これ違う先生なみたいになりました。めっちゃ似てるんです。いやでもボケるタイプじゃない、めっちゃ優しい感じかも、優しいかも、なんか優しいっていうか、ずっと体育中もみんな座って話しててもう怒らない。そう、友達に送ってみたんですよ。これ見つけてきたよって、先生のフェイスブックにあったよって言って売ったら、違うってバレなかった。でもなんか学校の友達と盛り上がるのって、なんかなんだかんだ先生ネタなんですよね。サラちゃんが好きになる男性の友達どこ？なんかめっちゃポジティブな人、あもうやればできる、やるんですみたいな人ですね。やればできるっていう人、結局身内ネタが一番面白い。そう、先生ネタは盛り上がる。
先生にあだ名、うん、あるよね。先生にあだ名あるよ。めっちゃつけてるよ。先生本人に言えないあだ名。え、先生本人に、え、言ってる。なんかその先生は普通に大丈夫、そういう言えるあだ名だよ。ネガティブ、スポーツマンがいいかな。いや、そんなこともないよ。だからポジティブな人。生徒とやったら仲いい先生いる。うちの学校はいないですよ。うちの学校は全くいないです。全くゼロです。ごめんなさい。松岡さん、まあ松岡さんかティモンディさんやな、これは。こんばんは。ジャージに市内持った先生はいなかったけど、なんか私の学校市内の代わりに小学校の時なんですけど、消防署のさ、マークのさ、なんか槍みたいなさ、こういうあるじゃん、なんかこういうの、この Y みたいな、丸い Y みたいな形のこういうのあるじゃん、あれを振り回してる先生いた。なんかさすまた、さすまたを振り回してた、市内の代わりに。だからクラスに1人、クラスに1個さすまたがあって、もたれかかっててクラスにあるんです。しかもなんかちょっとまた留学の話になっちゃうんですけど、留学の時になんか友達、サラと友達2人で暮らしてて、友達めっちゃその家庭のお母さんに呼び出されてたんですよ。ね、あなたちょっと来なさいみたいに言われて、それでお母さんから説教してる間、されてる間に、なんかその国ではお父さんがこういうハエを取るラケットみたいなやつがあって、こうやってラケット、電気が通ってるんですけど、こうやってパチッてやったらハエがちょっと死んじゃうんですよね。それをね、お父さんがこうやってパン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 ってやりながら歩き回ってたらしい。その周りをハエ叩き、電気が通るハエ叩き、最先端のハエ叩きを持ってその国はパン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 って歩き回って、もう頭で、それで叩かれるかと思ったって友達が言ってました。そう、めっちゃ怖くない？叩かれるかと思ったって言ってた友達が。電撃ラケット、そう、パン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 って。そう、日本にもある。あ、そうなんだ、私初めて見たんだよね、留学先で。ごめんね、なんていうか、サマーデイズです。ドンキに売ってるんだ。そうなんだ、もうほんまにフルハウスの世界。そう、パンパンって、お母さん OK OK You understand OK You should be なんじゃなんじゃなんじゃ OK、パン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 その周りで歩いてるって。めっちゃなんかアメリカンじゃない、うん、ちょっと面白いって思った。しかもなんかそのお父さんの趣味がなんか銃集めだったんですよ。銃を集めてたんですね。なんか銃のある立ち入り禁止の部屋があって、その部屋には1メートルぐらいある銃が、模型みたいなやつがバーンって部屋の真ん中に置いてあるのがチラッとなんかそのお父さんが部屋を開けた時に見えて、ちょっとやばいねって、悪いことしたら本当撃たれるよ、やばいねっていう話をしました。そう、銃集めが趣味だったから、ね、よりによってね、怖かったですね。でも大丈夫でした、無事銃の弾を減らすことなく帰ってくることができました。いいなーって、いいんですか。パン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 、そう、穴は一個も体に穴は開きませんでした。ご無事で、そう、ご無事で
ピアスも開きませんでした。あのピアス開ける気とかはないんですけど、開いてませんねピアス。どんな銃あったの？真っ白でなんか1メートルぐらいあって、わかんない名前は。そう、増量してなくてよかったです。さやちゃん留学中打たなかったの？なんかあの人にダースを刺すみたいな回があったけど、私は投げませんでした。ちょっとできませんでした。あらって、人に向かって投げようと思えば投げれるタイミングがあったけど、ダーツじゃないんだけどね。そう、昔付き合ってた子がオーストラリアにファームステイ、自分でビザ取って行ったな。すごいね。私はでも働いたりしたの？そこで働いたりはしなかった。怖い思い一度もしなかったんですか？しなかったよ。7年前の話すごく大人に感じました。そう、あれしかも7年半ぐらい、もう8年ぐらい前だよあれ。ちょっと老け顔なんでね。そう、パイ投げ外した。そう、あれミートパイはめっちゃよく食べた。あのミートパイめっちゃ好きだったよ。サラミートパイは行った次の日もミートパイだった。お前をしてほしい。お前ね、似合わないんだよね。パイ投げリベンチはいつかやるって思ってます。パイ投げ、あ、いや無理だ、何回やっても当たらんで。いやちょっと3年間練習するしか、あれから3年経ったけど1回もタイミングがないですね。練習しないといけない。お前めっちゃ可愛いやないか。いや似合わないです。やばい、ないです。お前酔いにはしないです。前髪なくしてほしいです。なくしたらやばいよ。ある方がいいでしょ。相手はリコチでリベンジよって。そうだね、そこまでセットじゃないとね。おでこ広いよ、ほら。ここぐらいでさ終わったならさ、普通なんだけど、ここまであるから広いよ、ほら。だからないですね。前髪を伸ばすということはないです。ちょっとやばいでしょ。サラちゃん何々だしってあんまりない。何だしって、ちょっと出た瞬間終わったわ。だしって何ですか？あ、おでこだし？ないね。なんでさ、おでこっていう言葉がさ欲しいになるんですか？やめてください。なんかさ、いつも思うんだけどさ、ショールームの星さ、なんか配慮しすぎてさ、もう日常会話潰れていってるよね。タオルとかもさ、あの潰れていってるしさ、なんかダメだよね。なんかそれをさ星だと思う人はさ、本当にちょっとなんか深読みしすぎじゃんみたいな。なんかショールーム社側がさ、なんかちょっとさ変態なのかな。あのそう、深読みしすぎじゃない？なんかいつも思ってたんだけどさ、あのそう、ホテルとかさ別にいいと思う。あの保身しなくていい。ファイナリストライブも保身しなくていい。深読みしすぎです。
そう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 、なんか配慮しすぎてダメです。ダメです。守りすぎです。守りすぎて生活に支障が出ています。そうだから未来は多分昭和とかに比べてどんどんさ言えない言葉とか増えてるじゃん。だから多分未来はもっとねすごいことになってる。未来はね、えどうなってるかな。未来はとすぐ訂正すると思う。はい、先ほど何々という表現がありましたが、こちらは個人の感想であり、すべてのお客様がみたいな、すぐねある米印が入ると。STU だけ一瞬基準が緩和されたけどすぐ戻ったって。そりゃああんたらが変態なコメントしたからじゃ。シンプルなコメントを心がけてください。シンプルにいきましょう。ごめんなさい。やすし面白い。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、ポイズン、ポイズンやめてください。その言いたいことも言えないこんな世の中はエモくすんなって。清原も欲しいってな。え、じゃあさ、その清原とかさ、もうさ星にする、でもさ清原ってさ、その名字じゃん、名字じゃん普通に。しかもさ別に一人しかいないような珍しい名字ならあれだけど、清原っていうさメンバーがと分かるけど、星にするたいのがさこれから入ってきたらその子の名前書けないじゃん。そうメンバーでさ清原っていうさ子が入ってきたら書けなくないですか。なんかダメじゃんね。あーもうやめよう、もうやめてください、あのやめてください。あのこの中に悪意があるのがあってもちょっと読んでしまいそうなんでやめてください。あポイズンってなんかそういうのがあるの、普通にしたら英単語だと思った、毒みたいな歌なんだ。へえ。なれると星も読めちゃうメンバーいますよね。みんな読めるでしょ。前後の別になれるなれないじゃなくて、前後のさ。あれでわかるよね、文脈でわかるよね、慣れる慣れないじゃなくて、それはわかるよ。そうですねって、ガラスの階段登る知ってるよ。あやばい、えもうこんな時間、じゃあランキングを読んじゃうよ。13位、カヤケレクファンさん、センキュー。12位ジャパンさんありがとう。11位ゴヘイさんありがとう。10位タカさんありがとう。9位かわいいかわいいシミソラアキラメザイさんありがとう。8位ヒロシさんありがとう。7位本望さんありがとうございます。6位流行語大賞さんありがとうございます。あれあれ5位ふにゃらたた神社さんありがとうございます。ね、昨日さフェスさ行ったんでしょ、いいな。4位安部さんありがとうございます。3位秋間さんありがとうございます。2位森地521さんありがとうございます。1位フォスターさんありがとうございました。
ありがとうございました。もつさらちゃん、もつさらちゃんありがとう。いつもさランキングの時にさなんかさ何々何々清水アラを抱きたいみたいな人がさ時々現れるんだけどさ、なんかいつもパターンを変えてくるの、なんか清水アラ何々何々って。でもなんかセーフな感じに仕立て上げてくるの。だからこれからもコンプラ守り続けてください。ちょっと読みたくないんだよね。そう、読めるレベルのやつにしてください。シミサラニャ何々何々みたいなのがいるんです、時々。そう読めるレベルにしてください。じゃあありがとうございました。そうお金払ってさ、なんかお金払ってやばいよ。でもなんかギリギリコンプラ守ってくれるからまだちょっと脇前がちゃんとあっていいと思いました。バイバイ、ありがとうございました。脇前てるのちゃんと偉いよね。バイバーイ。